は誰一人お父さんを見てないんやで。もしあなたの想像が本当なら、どういうこと？兄さんが遺産の独り占めを狙ってるということ？もちろん死んだことを隠すなんてかなり危険なことや。果たして遺産を独り占めするためだけにそれだけのことをクラウスさんがやってのけるのか、わしも確信は持てん。だが可能性はある。確かに兄さんは昔から強欲よ。兄弟全員でと受け取ったものを着服するなんてよくあることだったわ。クラウスさんはわしら兄弟の中では一番裕福なはずや。そんなクラウスさんがお父さんの死を隠すなんて、危険を冒してまで遺産の独り占めを目論むとはわしにはちょいと信じられんのだがな。だがそう疑いたくなるくらい去年の親族会議はおかしかったんやで。確かに疑ってみる価値はあるわね。でも本当に兄さんがお父様の死を隠すなんて大それたことをするかしら。傲慢なくせにおかしなところで小心な人よ。そんな一世一代の大博打を本当にするかしら。いずれにせよ今年の会議ではきっちりお父さんのご尊顔を拝謁した方がええやろな。非常に良くない噂さ。どうやら兄貴の事業は俺たちの想像を超えて手ひどく失敗してるらしい。相当の損失を抱えてて、表向きを取り繕うだけで精一杯らしい。つまりクラウスさんからお金を借りるのはとても難しいことというわけね。ああ、泣けてくる。クラウスさんにとって経済的に困窮していることはある種の弱みにはならないの？弱み？そりゃ投資家は肥えてるから投資家なんだぜ。実は金欠だなんてことになったら誰も見向きもしねえ。信用第一の世界なのね。クラウスさんの信用はクラウスさんのこれからのお仕事に必要だろうけれど、私たちのこれからには必要ないわ。兄貴をゆするってのか。私だったら嫌よ、血のつながった兄弟を貶めるなんて。他に金策があるならお兄さんを脅迫なんてしたくないものだわ。あったら悩んだりしねえ。選択の余地のない問題で悩むのは人生の無駄だと思わない？くずく信用で仕事をしたくないものだわ。信用ほど積み上げるのに苦労して失う時が一瞬なんて割の合わない投資はない。そうだな。世の中100の信用より1枚の新札だ。クラウスさんが大きな損失を出していると言っても、私たちの急場をしのぐためのお金くらいは十分用意できるはず。もちろんクラウスさんのこれまでの信用を換金してお金を作ってもらうことになる。
こいつはヤバい話になるな。十分な備えが必要よ。私たちには時間も失敗も許されてない。そうだったわね。私の京都の友人たちにそういうのを洗うのが上手な人たちがいるわ。あまり世話になりたくない連中なんだけど、一度会ってもらってもいい？領収書は切れないけど、きっと投資に見合うだけのものを調べ上げてくれるわ。ええ、マリアも元気よ。そちらは大きなお世話よ。ありがとう。え？さあ、スケジュールを見てみないとわからないけど。実はな、次の金属会議についてちょいと兄貴抜きで意見を調整したいんだ。エヴァ姉さんとルドルフ兄さんと私の3人で頭痛の増えそうな話ね。電話じゃ詳しくは話せない。だがお前にとって聞く価値のある話のはずだ。それはいい話？もちろん。姉貴は乗り気だぞ。姉さんは？ローザには賛同してほしいだけだ。金を出せとかそういう話じゃない。俺たち3人が全員結束してることがまず大事なんだ。わかるな？先に教えて。その話は私も得をする話よね。ああ、俺たち3人で2億ずつせしめる。うまくいけばそれ以上も引っ張れるかもしれない。お前の借金それでチャラだろ。それはいつまでにせしめられるの？もちろん年度内だ。俺も助かる、羽木も助かる、そしてローザも助かるってわけだ。三方丸く収まる。姉さんが話に乗るくらいには勝算があるのね。話を聞く気になったか？ちょいと急だが、次の日曜日の19時に銀座のお前のお気に入りの喫茶店で会おう。俺と姉貴の予定がそこでしか合わねえ。問題ないか？2億捻出できる話なら聞かないわけにはいかないわ。では次の日曜日の午後7時にレオポルドで。マリアちゃんによろしくね。連れてきてもいいんだ。あの子の前でお金の話はやめて。
台風が彼らを永遠に遠ざけてくれればいいのに。申し訳ございません。源氏でございます。何事ですか？奥様に凱旋からお電話でございます。ですが名前をお名乗りになられません。名乗らない？はい、先方は話せばわかるとは申しておりますが、いかがしますか？いたずらかもしれません。どんな相手です？おそらく若い男性ではないかと。お心当たりはございませんか？若い男性？もしもし。もしもし、誰ですか？名を名乗りなさい。久しぶりだな。どれくらいぶりになるんだ？一体何年ぶりかな？何の話です？あなたは誰ですか？誰かを名乗るのは簡単だ。だがそれでは俺があまりに悲しい。何を言っているのか分かりかねます。あなたは誰ですか？そして私に何の用ですか？それが言えないなら興味はありません。切りますよ。俺の望みはあんたに思い出してもらうことだ。何を思い出せというのですか？あなたなど知りませんし、思い出すような心当たりもありません。そんなこと言うな。俺はあんたの子供じゃないか。何ですって？あなたは何を言っているんです？そんな悲しいことを言うなよ、母さん。
あなたに母と呼ばれる覚えはありません。何のつもりか知りませんが、もう切りますよ。俺は復讐するために帰ってきたんだ。あんた19年前の本当はもう思い出してるんだろう。何の話かわからないと言っています。もう二度とかけないでください。19年前にあんたがした仕打ちを俺は忘れない。だからあんたを呪うためにあえてそれでも、いや、だからこそ俺はあんたを母さんと呼ぶよ。もうすぐ親族会議じゃないか。俺も母さんの子供だからね。会議の日に帰るよ。19年ぶりにあんたに復讐するために。ラムがいる？ええ、いるわよ。ベルンが望めばどこにでも。じゃあ台所の床下収納に入ってて、ぬか味噌の壺の中でもいいわ。ああ、私を味噌につけてかじってくれるの？でもそれなら蜂蜜につけてほしいものだわ。お返しにベルンは砂糖水で煮込んであげる。せめて砂糖醤油とみりんにして。それで何？副賞要求でも気取っちゃう？そうよ、この夏日の電話のやり取りは事実。副賞拒否。さーて、拒否か応じるかどうしよっかな。それを決めるのはゲームマスターの私の自由だし、その判断をいつするかさえ自由。青字宣言でない限りあんたに答える義務はないしね。そういうこと。今はせいぜい夏日の19年前に一体どんな秘密がとワクワクテカテカしてなさい。ゲームマスターのあんたがわざわざ見せた以上、何かの布石だと思っとくわ。騙しかもしれないけれど、一応あんたのこの指し手は記憶に留めておく。このカードを伏せたまま場に出すってやつね。あ、いた！何？ダイレクトアタック。これであんたのゲーム版の準備は十分？ええ、そうよ。それじゃあいよいよゲームを進めるわよ。1986年10月4日にね。何度目の1986年10月4日かしらね。無限の魔女か、ベアトリーチェ、やはり恐ろしい子だわ。ベルン側は何か行動ある？ないわよ。あんたが副賞要求に答えないならそれで終わり。